カイドウもこんにちは。僕はズンダモン。今回もストローク実況をしていくのだ。2月27日に竜は強化調整を受けたことによっておかげさまで竜使いがたくさん増えたのだ。人の立ち回りは勉強になるし、同キャラ戦の練習にもなります。そして何よりプロ格闘ゲーマー梅原さんの竜が始動しました。梅原さんはやっぱ竜なんだよなと待ち望んでいたファンも多いかと思います。梅原さんの竜の試合を見ていて驚嘆してしまうようなスーパープレイが満載でした。今回は梅原竜のありがたい立ち回り参戦を紹介します。その1、4拍子コンボオーバードライブ雷光波衝撃は600から1000ダメージに大幅火力アップしました。画面中央でオーバードライブ雷光波衝撃を当ててドライブゲージを使わないとすると未中継オーバードライブ雷光波衝撃五強P超昇竜拳2700ダメージ。五強P を送らせて当てて超速闘につなげることもできます。2640ダメージ。安全に電人連機ができます。画面端付近でもコンボを変えずに使っていたのですが、梅原さんが使っていたのは未中継オーバードライブ雷光波衝撃前方ダッシュ上段2連撃弱小竜拳3010ダメージ。3000ダメージ超えでありながらドライブゲージ2本消費と節約が可能です。新小竜拳で締めれば5010ダメージと5割確定。しかもこのコンボのすごいところはドライブゲージが 0.8 本くらい回復しているところなのだ。上段2連撃がこんなに役に立つなんて見ていてとても驚いてしまいました。インパクト壁バウンド上段2連撃弱小竜拳と同じように足す37フレーム有利となります。37フレーム有利からは5中継や5強継セットプレイが強力。火力、節約、回収、セットプレイと4拍子揃ったオーバードライブ雷光波衝撃コンボです。 QP 始動だと火力はさらに跳ね上がります。3600ダメージ。気をつけておきたいのは画面端でオーバードライブ雷光波衝撃を当てた後前方ダッシュをせずに上段2連撃を当ててしまうと地上フライとなって弱小竜拳がつながりません。前方ダッシュを挟んでから上段2連撃を当てることで空中フライとなり弱小竜拳がつながります。梅原さんは配信中に何度もこのコンボを使っていました。僕はまだ一度も使っていないので実戦で早く使ってみたいのだ。その2、前歩き振り向き昇竜拳。相手のジャンプを昇竜拳で安定して対空できるかで勝率に大きく影響されるため昇竜拳は竜使いの永遠の課題と言えるでしょう。めくりジャンプに対しては振り向き昇竜拳で対応しないといけないのですが、振り向きコマンドで昇竜拳を出さなくてはいけなかったり、間合いによっては表に落ちるのかめくりになるか判断が非常に難しかったりします。梅原さんの試合を見ていて驚いたのは相手の前方ジャンプに対して見てから前歩きをして意図的にめくりにしていたことです。前歩きからは振り向き昇竜拳で対空していたのだ。これを初めて見た時プロはこんなことができるのかとビビったのだ。振り向き判断だけでも困難なのに前歩きという選択肢も瞬時に判断できる。僕が1年意識して練習したとして実戦でできるようになるかと思った時に多分無理のため軽いショックを受けました。前歩き振り向き昇竜拳は最高難易度のため竜使いの憧れの技術ではないでしょうか。その3、五中継真空波動拳。五中継は竜の中でもリーチの長い牽制技。カウンターヒットしていれば出す6フレーム有利で5弱 K が安定します。
中 P も可能ですが、五中 K が牽制技という性質上、二中 P をつなげる機会は少ないのだ。パに関していれば出す8フレーム有利で二中 K や真空波動拳がつながります。知識としては知っていたのですが、五中 K でパニカンを取る価値がないと考えていたため、使うことも狙う場面もなかったのだ。しかし梅原さんは1試合で3回も五中 K パニカン真空波動拳を決めて KO していたのだ。しかもすごいのは電人連機をしているので400ダメージがアップした真空波動拳です。五中 K パニカン真空波動拳2840ダメージ、3000ダメージ近くと画面中央なら十分すぎるダメージ。五中 K パニカン雷光真空波動拳3240ダメージ、画面中央で相手の HP を約3分の1を奪うことができます。これを3回当てればほぼ KO なのですが、実戦で使う発想が今まで全くなかったのだ。マノンの強ギガジェをガードしたら出す9フレーム有利になります。少しでもめり込んでいたら五中 K が当たるため、真空波動拳を狙えるチャンスです。余談ですが、五中 K はシミーにかなりおすすめな牽制技なんじゃないかと考えています。相手の投げすかりに対して五強 P、二強 P、五強 K など火力の高い通常技を当てたいところ。しかし後ろ歩きからだとレバー4を入力しているので4強 P や4強 K が暴発してしまうのです。その点中 K はレバー4を入力しっぱなしでも特殊技がないため必ず五中 K が出せるわけです。そして何より五中 K は発生9フレームと五強 P と比べて1フレーム発生が早い。さらに五強 P と比べて若干ですが五中 K の方がリーチ長いです。五中 K パニカンから安定して二中 K がつながります。五中 K は700ダメージ、パニカンなら840ダメージ、ちょうど中 P と強 P の間のダメージとなっており、強攻撃シミーほどではないが性能以上に見合ったダメージを与えることができます。特殊技のせいでシミーがうまくいかない方は五中 K を使ってみてはいかがでしょうか。以上、今回はプロ格闘ゲーマー梅原さんの流ありがたい立ち回り参戦を紹介させていただきました。他にも梅原さんはダイゴス6強 P の使い方がうますぎて勉強になります。スト 2X の頃から流を使っていますからね、6強 P の使い方を熟知されていると思うのだ。梅原さんは流をメインキャラにするか査定中のようですが、豪気が登場するまでの間でも使ってくれたらありがたいのだ。ご視聴どうもありがとうございました。